もう、え？うわあ！そう、何が起こったの？サム、私まだ慣れなくて。またギャーギャーと、僕ベッドに戻るね。そうそうそう。あ？スー、僕謎のものをドアの前で見つけたんだ。これ何？スーへって書いてあるよ。こんなに綺麗に包装したのは誰だろう。わかんない、宅配便の人が届けに来たんだ。ピンポン聞こえなかったけど、これ何？本？絵画？開けてみればいいじゃん。そうね。こんにちは、みんな。今日は変わった箱を用意したよ。何が入ってるかわからないんだ。早く開けてよね。やだサム、丁寧に包装してくれたのね。僕なんで僕だと思うのさ。なんだろう、ペーパークラフト 3D モデル。なるほど。何何？あ、数字を見て組み立てるやつだ。説明に従ってパーツをつなげていくのよ。でも何を組み立てるのかしら。箱を開けてみようか。なんだろう、ノリとフック。そうだ、みんな壁に飾る紙のユニコーンを作ったのを覚えてるかな。その時の動画もぜひ視聴してね。面白い緑色、何になるんだろう。すぐに取り掛かって型を押し出そう。はじめ。51、52、53。これで半分かな。もう少しスピードアップしよう。それから最後の慎重に。できた。そしたらステージ2、全部のパーツを数字ごとに分類するの。これはサムに任せようかな。サムチン。はいよ。はい、これ数字ごとに分類してくれない？ああ、これが彼の紙か。誰の紙だって？誰の紙って？もちろん僕のだよ。そしたら始めていこうか。あ、一つ目のパーツ。それから2と3と9。早いね。はじめの10個の準備ができたよ。次のステップでは線に沿ってピースを折り曲げていくんだ。最初の10個から始めるね。直線は中折り、こんな感じよ。それから点線は外折りね。よし、これが最初のピース。他のも同じような見た目になるはず。さあ、全部の 3D パーツが揃ったよ。そしたら組み立てていこう。同じ数字を見つけてつなげないといけないんだ。よし、9と9、一緒につなげて見てみよう。いい感じね。そしたら糊を使って少しだけね。それから貼り付けて押す。糊がしっかり固まるまで少し待つのよ。そしたら3つ目のパーツね。同じ数字を見つけよう。よし、14。そしたら糊をつけて。さあスー、どんな感じ？そうだね、対象な何かってところかしら。ん？ところでちょうどいいとこに来たわね。手伝ってくれない？もう少し。おって、説明を読んでね。私は引き続き組み立てをするから。やり方が分かった気がする。もう少し早くできそう。よーし、10個のピースを組み立てたわ。これは見たことがある怒り顔だね。サムチン、次の準備はできた？あら、準備できたよ。
組み立てられた姿を見たいな。あ、サムチン、君が始めたくせになんで不満げなの。誰が始めたって、僕だって誰が送ってきたか知りたいのに。そしたらちょっとした魔法をかけて。おー、サムの話してた紙ってこのことか。私誰だか分かった気がする。みんなはどうかな。分かったら高評価してね。サムチン、次のは準備できた？できたよ。あ、気をつけてよサムチン。おう、うん、ありがとうサムチン。ありがとね。あ、もう少しゆっくりしてくれる？ついていけないよ。サムチンはちょっと怒ってるみたいね。サムのことを怒らせたくないし、全部私がやるか。慎重に。パーツがきちんと並んでいることが重要よ。それからもう少しのノリ。あー、ノリって言っても使ってるのはボンドよ。よしっと。そしたら髪のお次は首。もう、追って準備して。僕はプレゼントを用意しただけなのに、作業しないといけないなんて。そしたら首が完成。ベッピー、そう、新しいパーツだよ。あーサムは慣れてきたみたいだから、ちょっとスピードアップしようか。じゃーん、もうこれがハルクだってみんなわかるんじゃない。そう、まさに僕が想像した通り。なに、サム。サムチン、まだパーツがあるよ。ありがとう。さて、最初の部分の準備ができたわ。悪くないんじゃない。そう、これが最後かな。うん、サムチン、ここまでできたのを見て。うん、そう、とってもかっこいいね。そんなに気に入ったならもう少し手伝ってくれる？うん、何したらいい？このパーツを組み立てるんだ。サムチン、一個忘れてる。そしたら私も組み立てていくわよ。何を作ってるかわかるかな？あー、サムチ、私のは手だ。そっちは何？同じくグータッチ。いいよ。最高だねサムチン。そしたら壁にかけよう。待って、そう、誰がプレゼントしたか分かった？もちろんサムチン。サムの頭にリボンがついてたし、一日中私に隠れてネットで何か探してたもんね。サムチン、何してるの？なんでもないよ。それにこのラッピングをしている時、誰も見てないとでも思ってたの？でも素敵なプレゼントねサムチン、ありがとう。できた。ハルコを連れてきて。そう、うん、サムチン正解。こっちのがいいね。みんな動画は気に入ってくれたかな。楽しかったら高評価してね。動画をお友達と共有してチャンネル登録しよう。バイバイ。
Thank you.